商売の繁盛する家、田中幸太郎。芝公園大門脇に若元の本舗がある。その若元の事務所は寺院の一部であった。感想家の松井慶院君がある時その若元の坊君を訪問した時あなたのところはどうしてこんなところに事務所を置くのですかと言って聞いてみると これには面白い話があるよ。と、冒頭して話した。若元の主人、長尾欣也君がそこへ入って、制約に着手した時には、貧乏のどん底であったが、たちまちめきめきと発展を遂げたので、狭くはあるし、寺の中にいるのも嫌だから、他へ移転しようと思って、それを住職に話したところで、 住職が因縁話をしてそれを止めたそれはここへ入ったものは失敗したものがない伊藤胡長右衛門もここへ入って金を作ったその次に入ったのが不動銀行の牧野元次郎君であっただから引っ越さない方がいいだろうというので何千万円という大資産を作り店はますます繁盛して狭い寺の中では不自由であるが それで出ないとのことであった。